デメニュー。今回ご紹介するのは G&G アーマメント電動ガン CM16LMG。 この後すぐ。この番組の提供は模型パドック、パドック武器店、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、皆さんどうもデメニューでございます。はい、はい、白いんだよこれ。ちょっとデメニューかぶせばいいんだ。はい、はい、犯人誰ですか。この白いの来た誰ですか。ありがとうございます。はい、また全然ないこうニューバージョンいただきましたけども、うん、ちょっと白くてこう入らないでしょ、この前の赤いの。これでもこれ俺にかぶるとね、赤がかぶっちゃうのかなっていう。 T シャツも、ね、赤く今日は赤だから。はい、タイにタイがね、上と下でいるっていうね、気持ち悪い現象ですね。販売してますんでね、これも。ぜひ俺もデメ隊の一員になるぜっていう方は、デメ流のなんか評価の中でちょっとまた無駄話になりますけど、30超えた人赤切るとちょっと危険らしいです。思想というか頭の中がですね、僕らのマネージャーサトシ君がですね、赤は切れねえって言い上がりまして、35の同い年なんですけどね、ここの3人は撮影今メインでやってますけど、赤はなんかなかなか湧いた方がいいみたいですよ。あとショッキングピンクの T シャツってのも結構なかなかね、攻撃的でいいと思いますよ。頭別に湧いてるんじゃなくて、赤がもう僕のね、テーマカラーというかこうパーソナルカラーなので、赤で。これ赤しかないわけじゃないですか。黒もあります。今浦川さん黒着てますね。もう私見づらいですよこれね。これ全然映ってない。映ってない出てない。ギリギリ尻尾入った。入った、はい、あの黒のバージョンとかも色もありますので、何種類もありますから。ぜひぜひ、ちょっと今年の夏のグッズの一つとして、興味があればと思います。ちなみに私には特に関係ありません。いや、遠巻きに関係してくるかもしれません。遠巻きに撮影のね、こう、潤うかもしれないですけど。機材が整ったりね。そうですね。そうそう、美白効果とかアップされたりとか。ただでさえ、ホワイト上げてますから、顔がね、色、ちょっとね、そうなんです、皆さん、こうね、ちょっとまた一つね、枕で伸びちゃうことなんですけど、ここのアイスカイデンの撮影ブース、これでラストになります。悲しいかなって、始まったのもここ、終わるのもここという形でですね、終わるって言ってたらですね、サトシ君にそんな簡単に終われるわけねえだろうと言われまして、安心してください、デメリ本編は続きます。続きますね、はい、ここのブースでは今日が最後のラストでございます。またそのうち止めないだパドックで多分ですね撮ると思うんですけど、これ白バッグじゃなくなると思いますんで、できればね、デメリの背景があればね、あれの裏とかでやりたいですけど、ダメリだけうちの曲がりしてるところで撮るっていうのもできなくはないです。ないですね、はい、ただあんまりね、こうパフパフドン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 ってやるわけじゃないですよね。ちょっと周りからうるさいって言われちゃうかもしれませんね。まあちょっと様子を見ながら検討したいかなと思ってますということでですね、まあ後ろ作ってもいいしね。はい、ただライティング当てないとやっぱね、デメさん暗いんですよ。暗い、よく言われるんですよ、色が濃いね、それ黒いね、うん、暗いじゃなくて黒いね。暗いんですよ、はいはい、こっちカメラ的に言うと暗い。もうで現物見るとみんな黒い黒いって本人は言われないけど、まあみんな私はよく聞くんですよ。腹の中に一物を抱えてアイス買いに行って「デメさんって黒いんですね」って「デメさんも黒いですよ」本人を言ってしまうと傷つけるという形で、アイス買いさんに来て浦賀さんに「デメさん黒いんですね」僕は言われないんですけど、みんな大人みんなちょっと気使ってるみたいで、俺はねたまに結構聞くのよ、初めてデメさんと会いましたって、でそのままアイス買い来ましたっていう人は「黒いね」と。デメさんって黒いですね。そうなんですね。なんか色黒だと言われますけど、まあ黒いです。で今日ですね、実はですね、進化してるんです、デメ流が。また一つレイバンをですね、これリアルレイバンなんです。これですね、デメ流のお客様にいただきました、本物を。とうとうここまで来ちゃいました。ちょっと以前のこちらになるんですけど、これと比べたらかなりね、ちょっと色合いも変わりますし、かなり濃いんじゃないですかこれ。濃いです、こっちの方が。暗い暗いです、デメさん。暗い、いや俺は色が濃いだけで
で、こうレイバンをちゃんとねいただいて、レイバン風ではなくなりました、ね、レイバンティアドロップ風ではなくなりましたね、リアルレイバンをいただきました、ね、リアルなティアドロップだとは、で、今日からですね、ここの最後の時にわざわざその新編をつけてっていうね、もう何回か、2ヶ月ぐらい前に持ってきてもらってたんですけど、ね、毎回忘れてるっていう、僕は天下ロボで興奮してましたけど、天下ロボ変形するんだすげえなこれってずっと遊んでたら、お前何してんの、天下で遊んでるって言ったらちょっとね卑猥な表現になりまして、ちょっと天下ロボで遊んでるとね、いろいろと感動させてもらって、いろいろ皆さん本当にありがとうございます。さあそんなわけでですね、本日も生配信の方を行っておりますが、かなり生配信の方もね、いろんな人が見ていただいておりますが、ちょっと一周伸びてしまいまして、そうですね、結構俺攻撃的なことをたまにボソッと言いますけど、基本的にはチワワなので、虚勢を張ってると思って見ていただければと思います。よろしくお願いいたします。さあ、そんなわけでですね、生放送の概要欄の方にリンクが貼ってありますので、当日のそうですね、当日の生放送のリンクは概要欄に貼ってありますんで、はい、そちらの方も合わせれば2倍3倍4倍5倍15倍なんで微妙にさ倍数ぐらい、デメリューが楽しめる、15倍までは楽しめるというところですね。なんかちょっと、はい、今日は切れてるっていう話がね、切れてる、はい、何切れてる、切れてないですよ、切れてないです。え、でも怒って、切れてないです。ね、会話の切れ？切れてないです。それともネットの回線の切れ？俺が切れ。ネットの回線です。ああ。切れてないです。行きましょう本編ね。はい。はい。ちょうど一昨日ですね、G&G さんのお祭りに参加してきましたけども、G&G ラバーズ2019、来たという縁もありまして、新商品を紹介していきたいと思います。はい。それではご紹介していきましょう。本日ご紹介するのは G&G 製 CM16LMG でございます。CM16LMG でございまして、じゃあ何なのかと思いますよね。 CM16 の LMG と、LMG というのはライトマシンガンとね、結構言っておりますが、はいはい、こちらですね、 M4 のサイズでLMG になりまして、あらー、なんかでもどっかで見たことあるな思ってる人いると思います。これね、正直に言いましょう、クライタックさんでも LMG のモデル出てます。で、なんとなんとなんと私たちデメリューでもですね、非常にどこを押していくとか言ってる、なんか3社を押してるってよく言ってます。クライタックさん、G&G さん、もちろん東京マリさん、この3社です。ですからこの3社が競い合ってくれるというのは非常に僕ら、ショップそしてユーザーさん側としても非常にありがたいことではないかと思いまして、自分のね一押しのメーカーで遊べるというところなんですけど、これは G&G さんが今度出してきた LMG でございまして、前のクライタックさんのもレビューしてますが、よければそちらもご覧いただければと思います。さあこちらのですね、LMG 各部の紹介をしていきたいと思いますが、外見はあんま変わんねえっす、正直。まあね、これ嘘ついてもしゃあない。何に比べて、 M4 に比べて、クライタックさんとかの LMG に比べてもこういう作り、ただ両方とも共通してるのはアサルトライフルとしての使い方もできるようになってますので、ストーナーというねモデルがあってるんで、あるんですけども、それもこういうアサルトライフルと LMG を両方できるようなモデルになってるんですけど、ただこちらの G&G さんの武器、ありますよね、電子系が最近のジアノシーさんのすごい強いじゃないですか、基板。なんと入ってます ETU が。じゃあ電子基板のところとかも、おいおい説明して、おいおいそうですね、その時になったらという説明をしていきたいと思いますが、じゃあまずですね、外見の方をざーっとですね、またいつもの流していきたいと思いますが、こちら伸縮ストックですね、いつこのG&G さんによくついてるこのタイプのね、スライドストックがついてるんですけども、ロックがここのボタンでかかるんですけども、はいはい、本来ここの後ろのボタンを持ち上げてもらうとスライド、はい、シュライドしますね。でカチンとロックすると、動かなくなると、はい、でこれだけ
誤作動でですね押さないようになってますので、ここの下でロックできるんですけども、はいはい、これであの自分のポジションを一回固定したらそのポジションからずらさなくても、ずれにくいというですね、結構ね使ってるとね、指入っちゃって結構こう、そうそうそうバコバコって構えるとね、力強く構えると戻っちゃう、ね、前に戻っちゃったりとかするので、それを防ぐっていうことでですね効果が非常に高いと思います、はい、これ軽いんですかそこの部分は。これですね、硬いです。硬い、ここのロックしてるときはバキッっていう音とともにロックを解除するので、で普通にこの状態だと柔らかいんですよ。ロックをかけると誤作動しなくなるので、あのグッと押さないとダメと。壊れてるわけじゃないです。結構初めね不安で、なんだろうこれ押しちゃったら壊れてるのかなと思う方いるかもしれませんけど、結構ねそれあの握力200とかのいう人が思いっきり全開だったら、あんまり200もある人いないし、ゴリラとかさ300とか使わないでしょ。ちょっとこう銃を使わないでしょ。人間からゴリラに進化する過程の人とか使うかもしれないじゃん。クマなら知ってるんですけどね。クマは俺も知ってるんですよ。で、まあ、でゴリラの人とかちょっと気をつけてもらって、ここバキッとやらないように。でもね、ちょっと力入れないとロック解除できないんですけど、はいはい、なんとなんとこのストック優れものでございまして、バッテリーもですね、この中に入ってしまうというですね、優れものなんですけども。さあ、このバッテリーの入れ方なんですけど、改めてもう一度やっていきたいと思います。はい、バッテリーストック内に入ります。これね、デメって言いましたね。でこちらボタンありますね。はい、このボタンをですね、押します。押す。で、これね、デメチックポイント。はい、いただきました。めんどくさいんだよね、これもね。デメチックポイント、何がデメチックポイントなのかというところを改めて説明していきますけども、こちらのボタンですね、かなり奥の方まで押し込んでもらわないと回りません。このバットプレートというパーツが横にスライドするんですけども、このボタン押さえがですね甘い、ちょっと甘い状態だと全く動きません、噛んじゃうと、噛んじゃうので、指でですねもし入らない場合は工具などでも構いませんので、誰か暴れてます。なんか何か押してるんですけど、ボコボコ押してる音がしましたよ。細いものなどで押してもらって確実に回してください。ああ、そうするとストックが、バットプレート開きまして、このようにですね、スペースがあるんですけども、今ですね 11.1V のバッテリーのリポを入れさせてもらってますが、でおいおいの中で出てきましたこちら ETU という基板ですね。ETU 装置がついてまして、こちらがバッテリー今 11.1V の 20C1100mAを入れさせてもらってますが、はい、ストックバッファーチューブ内にこれを入れさせてもらって、これが推奨、11.1V が対応ということなんですけど、はいはい、突入電流が高すぎるとちょっと危ないので、11.1V でも、突入がですね 30C 以下ぐらいの方がいいんじゃないかなと思います。でこちら ETU、はい、これによって、あれですよ、あれお隅さんと思いましたけど、キレッキレになると、ね、そういう効果を持っている、はい、で、非常にレスポンスが上がって、持っててですねトリガーのフィーリングが良くなります、はい、ここの基板がありますけど、ここで操作するわけじゃないですよね。ここはですね一生懸命触ってもですね、基板ただ単に素手で触ってるだけいいことではございません。ですから、これ出し入れの時はちょっと気をつけて、出し入れの時に気をつけてもらって、コードをですね、細い信号線とかいっぱい来てますので切らないように、今真ん中にバッテリーを入れさせてもらってますが、横空いたスペースのところにですねこうねじ込んでいくというスタイルなんですけど、 ETU って実はバースト機能ついてます。でこのバースト機能どうすんのよって言った時は、これ簡単なんです。セミオートにします。セミオートが今打てました。セミオートのところで10秒間トリガー引いてください。10秒だったか5秒だったか忘れましたけども、セミオートポジションで長押ししてもらいます。そうすると、この基板がほらピコ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 って光ります。光ったな、基板を見てもらうと光ったのが分かりますけども、裏側とかにですね光ります、赤く。そうしたら、3点バーストに切り替わったという形になります。LMG だけどファーストショットができます。でさらに戻すときはセミオートでまた長押し、セミオート打った後弾が入ってないことを確認してまた長く握ってると、なんで10秒間別に喋る必要ありませんから、普通ね喋れなくて構いませんので、その10秒間ぐらいの間で、この LED ランプを光る。10秒間喋るんじゃなくて数えるんじゃないですか。あ、数えればいいんですね。10秒間ですね、数えていただければ。1、2、4、ね、むあなたいつの時代の人ですか。
じゃあイロハニオヘトで、じゃあチリヌルを、チリヌルね。でこのコネクタ気をつけてください。本当入れるときですね、あのコードぶった切らないようにしてくださいね。で、元に戻します。で、ワンポイントアドバイスはやはりですね、このスライドも思いっきりですねガチャガチャやると中にバッテリー入ってますので、はいはい、切れてしまう原因になる、ね、引っ張っちゃったりね、はい、しちゃうから。切れちゃうともうそれこそ通電しませんので、切れてないですよ。だから俺切れてないって、ね、俺切れる時はよく切れ切れするけど切れてはいない。今度あれだね、おすみさんとじゃあぜひコラボしてると、切れ切れって言われて切れてないですよ。じゃあそういう感じで切れてもらえばいいんですよね。なんで俺が切れる。切れてないですよ。そう、おすみさんに申し訳ないんでそれはやりません。どう返してくるかっていうね、お互いあのこうキャラの濃いからね。で、ストックの部分は説明終わるんですけど、はい、こちらですね、あそこも開くんですね。パカッ、ミルキー入れじゃないですか。電池入れですね。え、いやいや、うん、ちょうどミルキーですよ。電池ですね。これ裸にして入れなきゃダメですね、入れるとしたらミルキー。いや、いけんじゃないですか。電池です。ちょっとグッて出ないかもしれないけど、出ないと思います。あのですから電池をちょっと舐めてからちっちゃくして中に入れればいいです、ね、電池入れていただければ光学機器の良くなりますということなんですけども、こちらですね、グリップ、ね、通常の M4 と同じサイズのですね、カスタム M4 とかと同じようなタイプのものでございまして、これですね、まあ何かこうね、うん、なんか面白いかなっていうと、まあ持ち心地グリップのフィーリング G&G のね、オリジナルなんですけども、細くもなく太くもなく、なんかちょっと下エンドがこうニュって出てる感じ、ちょっとね、横からじゃないと見えないです、顎が出てる感じのね、はい、うん、あの最後のエンドだけ、まあ DDD には見えなくもないです。だから D デメグリップってことです、ものすごくこぎつけなのでなかったことにしますが、でグリップ、そして、マガジンキャッチ、こちらですね、通常の M4 と同じ位置にありまして、はい、エジェクションポートカバーがありません。あら、だがしかしポップアップを調整しなきゃいけない。あれ開いた、どうやって開けたのって今思った人いると思いますが、フレームちなみにこちら樹脂でございますので、全部、樹脂製になってます。でこちらにですね、チャージングハンドルの代わり、コッキングレバーですね、ついてるんですけども、ちょっとこうあのチャージングハンドルはチャージングハンドルなんじゃないですか。これコッキングハンドルでいいと思うんですよ。チャージングハンドルじゃないってこと、まあ、コッキングハンドルで本当ですか。もうコキングチャージングも多分一緒だね、はいはい、で横あるでしょ、はい、こいつがこのままだともう引けるんだけど、横になんと横って出て引きやすくなって、そうすると引くと開く、でこれでホップアップ調整をするんですけども、ロックはかからないんですね。ロックかからないですね。でこう弱カリ、弱カリ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 って弱カリ、丸井さんよりはマネージャーが苦笑いしてるんですけど、ジャックカリでございますこれ。なんか卑猥なこと思ってるんですか、ジャックカリとか。大丈夫ですか。あの今年の今年度からはあの子供に対してもしっかりアピールしていくってことで、下ネタをなるべくやめようっていう中で、下ネタ元からそんなないですよ。ジャクカリだってジャクカリでしょ。本編ではね、ないですね。生放送とかのチャットでは卑猥な言葉が飛び交ってるかもしれませんけど、健全なエアガンレビュー番組あまり、本編では下ネタないですね。ないですね。ただちょっと、ね、ネタが古いとあの若い子たちには分からないネタかもしれない。じゃあ狩りは分からないの、そういう意味。ジャクカリ次行こう。で、ジャクカリカリ気味、軽くね、あのテンションが伝わってくるかなっていう感じで、こちらですね、やっぱね LMG ということでして、マガジンがですね特別なのがつきます。お客様こちらがすごいんですよっていう感じのね、あのテレビ番組でよくあるじゃないですか、セット品のこれだけでございますっていう感じで、はい、こちらなんと2500発のマガジンもついてらっしゃいまして、 AMG となっております。いやまだまだこうふーって感じですね。これからですよ、これが来るのがですね。いやなんかそのままじゃないか、うわーとかさ効果音入れちゃったりなんかする、これダメだから入れちゃうね。これですね、何がすごいって入れがちでしょ、レビューとかでウィーウィーワーとか、ダメダメ、入れちゃいますか。こちらシーッとしてた方がいい。電池2本で動きます。え、その電池 CR123A ですね。これかなりびっくりするCR123A っていうですね、かなり 6V も使うんですね、これCR なんですね、駆動が。なかなか俺も初めて知ったんですけど、よく開けてもらうとミョーンと出てきます。
でここの中に CR123 を2本ぶち込んでもらって6ボルトです、うん、で締めまして、ベルクロって言いますよね、こういうのベルクロを綺麗にペタってしまってあげると綺麗にね、あの電池入ってるボックスも。じゃあベルクロ社のベルクロはベルクロですか。じゃあベルクロ社じゃないと思うから、じゃあマジックテープです。ベロベロとメラメラを合わせてもらえればピタッと入ります、ね、ベロベロとメラメラをで、こちらダミカともね、なんとついてるということで、うん、弾入れるところはさあどこでしょうということでですね、皆さんも一緒に考えてみたいと思います。ダミカと取れました。はい、ダミカと取れましたね。はい、こちら、うん、ビビダンが入るんですね。こうレバーがこうこのようになってて、ここにジャラジャラジャラと入れると2500発入る、はい、という形でございまして、ダミーカートはですね、これもう名前通りダミーなので、要は挟み込んであげるという形になります。よいしょ、これね、こう入れてダミーカート室があるんですよ、簡単にこっち側に、うん、で、パチコッとはめるとダミーカートもロックされると。非常にですね、あのこれもワンタッチつけることができるので難しくないと思います。で、僕はこういうの邪魔なんで取ります。ロマンっていうものをなくす人なので、弾入れてサバゲーで使うとき、ああうざったいってなるの嫌いなんですよ。まあまあまあ、それはダミーカートですから。ダミーカートってこの弾飛ぶんだったら絶対必要ですけど、これああうざったいってなるので、私はまあまあイメージがね、うん、あのただLMG っていう雰囲気を味わうんだったらつけといた方がいいんですけど、私は武器になりますので全部が、結構デメさんは こだわりありますかって言ったら、実用第一っていうのがね常にあの私の中でありますので、ナンバのサトシ君とかにはですね理解されないんですけど、そのあの使えりゃいいじゃん精神はどうなのよって言われるんですけど、いいんです、私は私です。マガジンそのまま差し込んでもらうと、これ他のマガジン、他の人にも使えそうなので、ただ注意してもらいたいのは、これ入らないですからね、普通のところには、はい、これは LMG モデルにしか、入る場所はありません。 LMG のモデルは、こちらの、はい、やばい、すごい下ネタ出そうだった、くる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 ってなってるところ、はい、うんちみたいなところを押します、はい、持ち上げます、はい、そうするとはめ込む場所がここにありまして、ここにですねはめ込むんですが、乗っけるだけ、うん、で蓋閉めます、うん、そうするとこうやってダミーカードがつく、はい、あのね、付け方かっこいいよくしたい場合はなるべくちょっとゆとりを持って付けさせた方がグニャンとした方があのいいんです。これちょっと張りすぎですね、中入れすぎて、もう2、3発ってつってもいいかも。これはあのブルブル震えたりはしないんですね。多分ゆるくしたらこれは振動で震える、振動で震えるね、でこのね、今年出るであろう丸井さんのやつ、 あれもね、みんな LMG の買い控えが起きるだろうっていう原因になってますよね。ブルブルしてるらしい、ブルブルしてるんですよ、ね、今のところの予定だとね。でこのこのトグルみたいなね、ぐるぐる巻きのところを前に押すと、はい、ここをね、押してください、はい、取るときはね、取るときはね、取るときはそのまんま硬いね、ちょっと押した方がいい、ちょっと押した方が楽ね、はいはい、というのが大事なところで、こちらですね、本来だったら多分ね、そうってバレルズコーンって抜けたりするんでしょうけど、はあ、今回抜けないと思います。抜けるわけないよね、 M4 なんだから。ああそこの、はい、ね、本来は LMG だったらバレル交換ができるようにとか考えてるはずなんですけども、うん、これダミーになってると思います、詳しくは、G&G ホームページまで。レビューの意味がないじゃないですか、ね、だって分かんないでしょ、これ抜いたって抜けないの無理やり取る人いると思うから多分ダミーだと思うよ。まあね、だって俺そこはね、そこはね、うん、カスタムして分解したけど、これどう見ても M4 のフレームだもんね、うん、アッパーとロアで分かれるもんね、これね。で、なんと、はい、なんとなのかな、はい、この、見たことあるマークわかります、D、M でしょ、 D じゃなくて M でしょ、 D です、 M ロックです、デメロック、違います。M ロックが採用されておりますので、M ロック基準のレールが取り付け可能になってますね、ここの部分にね、取り付けとして1、2、3、4、5とかで、ね、3面付けられるって嘘ついたね、はい、2面だね、2面ボトムももう付いてるんですよ、はいはい、ボトムはそこは外れないんですかね。これもあの一体型ですね、このハンドガードが一体型で中のインサートを入れてガタを止めて、これも樹脂なんですけど潰れ防止をしてるんですよ。まあ考えてみるとこう
サランラップの芯とかって硬いけど結局乗っかったら潰れちゃったりするように、その潰れ防止に中にちゃんとインサート入ってるんで、フルーローティングじゃないけどもちゃんと中潰れない、潰れ防止はされてますので、だから思った以上に重量軽いんですよ。LMG ってどうしても重量が上がってしまって、運用するのに疲れるよねっていうような意見もありますけど、こちらは逆に軽くて、性能を特化してるので、こういう僕はさっきも言いましたけど技術特化じゃないけど割り切りは結構好きです。で、フロントサイドはですね折りたたみが可能になっておりますので、こちらにボタンがありまして、こちらのボタンで押してもらうと、フロントに寝ることができるから、サイトをつけてですね運用すること、フォローサイトなどもつけることは可能になっております。で、リアサイトも、2パターンあってですね、大きいホールとちっちゃいホール、精密に狙う場合と、まあ、あとは、大体ここら辺だろうっていうですね、当たりをつける大きさのやつにもなってます。さっき忘れましたけど、これラバーですか？これはレバーです。レバー？レバーです。サシですか？サシです。生姜醤油でいただきましょう。ラバーでございます。マイリトルですね。はい、マイリトルでございます。マイリトルにラバーになっております。で、こちらハイダーがね、LMG らしいハイダーになってます。こちらは金属ですね。ああ音キン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 言ってますけど、変えられると思いますよ、これ。右回転で取れるので、多分これ14ですね。ちょっと逆ネジでいけるはずですけども、一応好きなのに変えられますと。そうですね、はい。で、左回転で閉まるので逆ネジですね、はい、右回転で本来は閉まらなきゃいけないんですけども、逆ネジの14、まあ、これが LMG スタイルっぽいですね、ハイダーになっております。で、最大の魅力としてはやっぱり軽さ、それと ETU 内蔵、うん、2500発のマガジンが簡単に装着できるという魅力がいっぱいありまして、はい、まあ金属ではないっていうところがあえて逆にメーカー、他のメーカーさんとの違いでもあるんではないかなと僕は思いますけどね、うん、私的にはこうかなりこういう軽くしたりとかするのって非常に重要なところだと思います。サバイバルゲームで、雰囲気を味わう人はやっぱ金属の方がいいんではないかという方いらっしゃいますけど、サバゲーで使って俺重いの嫌いだずっと日頃から言ってるんですけども、こういう軽さのものだったら持ってたらファイヤーパワーもあるしいいんではないかなと思います。お値段はどのくらいなの？これニトリです。お値段以上ってこと？そういうことなんですけど、お値段がですね、こちら51,667円がパドックの売りの価格で税込みでございまして、5万円台でございますね。51,667円となっております。まあ値段以上なのかどうかは分かんないですけど、まあ値段としてもまあいい額ではあります。決して安くはないですけど、メカがですね G&G さんのこちらいじれますので、中もカスタムアップとかできていきますので、そういう楽しみもまだまだあると。トリガーレスポンスのいい LMG、 セミオートでも撃ててしまうというね、そこが面白いんじゃないかなと思いますが、さあ長さの方は測っていきたいと思うんですけども、5メーターメジャーの方がですね今日欠席なので、どこ行ったんですか？ありましたか？あ残念。ちなみに前もって言っておきます、全部単位はミリで考えてくださいね。ミリです。ミリで、ミリで、はい、ケツにミリつけないからね、もうグラムもつけないからね、数字しか言わないからね。いやいや、数字言っても間違ってる時ある。もう僕はもう自分で考えなさいっていうのが足りますか？ LMG ですよ。もうちょっと足りないかもしれないですけど、今ストックがね一段伸びた状態で、すんごい湾曲してますけど大丈夫ですか？まあ湾曲はするけどね、844かな、ストック1段目で1段目で、はい、バッテリーの関係でね、一段伸ばして、はい、918、うん、かな、うん、これ結構長いね、関係数これマガジン入れたら入らないね多分ね、ほとんど。なかなかこう入れる人はいないでしょうね。まあ LMG ケースだったらいけるかなという形で、269とかかな、269ぐらい、270ぐらい、うん、で、まあマガジンはね移動の際抜いちゃってください必ず。で、まあ一番出っ張ってるとここなんだけど、これ190ぐらいだから、横幅もね普通にそんなないんで、
まあ、M 響よりちょびっとちょびっとでかいぐらいだから、このね、まあ、ざっくりですけどね、90ミリ90だね、うん、ぐらいかなと思って、まあマガジンを外してガンケース、通常のものにも入るかなという形ですよね、うん、マガジン外さないともちろん普通のガンケース入らないんで、横にしてちゃんと置いてもらえればと思います、うん、はい、それではですね、今日はラストの撮影なので今日はあれだと思います。きっと音を測るのも疲れてもうお休みになられてると思います。いやいや、走ってきまして、ね、え、もう十分、まあ、ここでラストってだけで別にあのまだ撮ります。いや、もう悲しい、もう私も絡みたくないっていうのでまあまあまあちょっと探してきますよ、ね、探すんですね、うん、はい、もういいよ探らなくて、もう絶対あの団体はもう終わったって今年で。いやここの来るの最後あるよ。どうするの、仕事は続くの、まだここを経由しないで、うん、ハノイに帰れるか心配あるよ。ここ別にね、経由しなくてもハノイには帰れると思うんだよね。そっか、そう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 、成田行ったりすればいいと思うよ。飛行機には乗せてもらえないやるよ。それさ、密入国してるってこと。ハノイからチカホって八千代に出てくるあるね。へえ、そういうルートがあるんだね。それではね、いつものこの機会で今日も音を測っていきたいと思われるよ。はい、じゃあ音を測りましょう。じゃあ耳元ですね。はい、あら意外と静か、 95.4。 今ノーマルでバネ鳴りしてるのに、ちょっとビン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 って、うん、でまあ、バネ鳴りってバネのね特性上鳴りやすいのもあるから、実銃も鳴るしね、鳴る実銃も。あ、フロートいいんですね。あ、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 フルオートの耳元ね。はい、 99.9。 あ、100いってね。いってない、すげえ。はい、重工セミ103.8。 はい、フルオート 109.3。 うん、うん、まあ重厚はね、なんかね、でも音悪くないよ、ノーマルで十分。はい、機関部 108.5。ちょっとゴリゴリ、ちょっとゴリゴリって言うけど、そうか、ノーマルだこれ、いじってないんだ。でもゴリゴリって言うけど悪くない、音が。はい、113.5。なかなかいい感じじゃないですか。いい感じ、このまま使えるよ多分。あとは実写しないと分かんないけど、音不安じゃないね、うん、前もっと音不安感があったんだけど、今回はかなり、うん、そうですね、そうですな、うん、キャラがはキャラ崩壊か、キャラが飛んだね、飛んだね、うん、今普通にあのなんか普通のこと言ってた。でもこれ銃置いとくの便利でいいね、楽でことすってさせてくる。ちなみにこれ今気づいたけど、はい、パドックに置いてきたけど、フォワードフォアのノブ、あ、ノブじゃないや、フォアグリップ、グリップ置いてきちゃったね。あ、これ標準でついてるね。あ、そうなんですか。フォアグリップ付きらしいです。お得です。お得ですね。ね、少ないのは困っちゃうけど、ついてるんだったらありですからね。うん、まあ音もバカみたいにうるさくないし、叩く音が LMG って結構ドカドカドカって言うんですけど、そういう感じでもないから、ノイズとか含めていいんでね。うん。意外と俺はもろもろついててお得かなと思うあるよ。これサバゲーやるユース、サバゲーユースの人を考えられた作りなのかもしれないですね、うん、あとは打ってみてちゃんとキレッキレかどうかだね。それどこかでパクリですか。キレッキレ怒られそうだから帰るあるよ。バイバーイいやー、今年のまた絡みもね、いやすごい、皆さんこうねキレッキレ言うてほしいけど、すいません、あれ終わってんの。いつものことでしょ。またすれ違いよ。もうすれ違いじゃない、絶対奴ら狙ってんだよさ あ、まあね、音
も測りまして嫌な音もなく非常に優れたものだということで、私はこの後の工程がすごく嫌なタイプなので、そこは端折っていきたいということでですね、こんな3つも測りばかりを用意しやがってこの野郎ということでですね、いや端折れないところですよね。でなんかチャットでももうデメさん軽いって言ってたから小指でいくんじゃないかっていう、しようしよう放送事故見せてやったな事故ってな、軽いから小指なんじゃないかっていう、まあ、見てろよお前、小指がケケって言ったらもう今日これで撮影終わりだからな、もう本編上がんねえからなと思う。いやいや、この次の撮影からあの添え木か何かしてこいつあの脱落ですね、まあ、こいつ死んでるやつ ね、 電池がないだけだと測っていきましょうかね、はいはいはい、あ、全国のつらさの皆様お待たせいたしました、デメちゃんの吊るしばかり、右手の小指にかける、小指に折れるんじゃねえかないやいや、親指でもいいんですよ、小指にかける、お前のお前にあっでね、見たんですよ、違って、4点数字が出たんですよ、一瞬小指危ないですか、小指親指でいいですね、じゃあね、いや小指でやりたい人はやりゃいいさはい、右手の親指にかける思いということで、はい、止まりますか、大丈夫ですか、これどっち、あ、今、今しましたね、はいはい、これね、こっちで4175、はい、で、こっちがだって4キロ小指で持つバカいねえだろよ、チキシャン。止まったんですかこれ。止まりました。4190ですね。まあ誤差あんまないんで4175と4190、それと、あ、続着のです、いやいやいや、まだ分かんないですよ、やってみないとそれやってみないと分かんないです、もうピッとこうやってみないと止まるかもしれませんので、これですか、ピッピッって言うかもしれない、いや言わないですよねこれ止まるわけないじゃん、こんなんだって、価値あるこれ、一応ね、せっかくなんで、はい早い続着の4点あ、44000いくつだったんですか、よくないです、僕毎回思うんですけど、このフランスのビスがあの、ピラララララってなってるだけで何もメモリとか読んでないので、だいたい4190と4175なので、はいはい、まあそれぐらいなのかって4キロ、はい、今これビビダン入ってないですもんね、ビビダン入ってないです、バッテリーだけなんで、ビビダン入れるとだからやっぱり5キロ、4.5 とか 4.7、 それでここが聞き入れたら5キロ近いんじゃないかなと思いますけども、いかがだったでしょうか、とてもこう人の声、あ、小指良かった、危ない危ない、あのジンジンしてるもん今も若干ジンジンしてるから4キロの疲労骨折が、疲労骨折してるから、ね、危ないからね、まああとはね、ここまであのガヤレビューじゃなくてダベリパートは非常にこうね悪いところもなさそうなので、いいんですけども、あとは実際にですね球が球団しっかりするのかとかもですね、確認していきたいと思いますけど、 CR123A はあるのかというところがですね一つの問題だったと思うので、ああそう、いや一応あるんじゃないですか、あのテスト用とかは多分あると、いけると思いますので、じゃあそれでちょっとシューティングレンジの方ですね、それは試していきたいと思いますので、はい、それではそちらをお楽しみに、それではシューティングレンジどうぞ。デメリューファン待望のオリジナルデザイン T シャツついに発売、懺悔していいですか、ラバーといえばマイリト、男は黙って LMG などあの名言名台詞を斬新にプリントしたものや、たい焼き名場面をモチーフにしたデザインなど盛りだくさん、今後も随時デザインは追加されます、まずはこの QR コードからか概要欄のリンクよりご確認ください、なお通販のみの限定販売となります、受注販売となりますので店頭在庫はございません、あらかじめご了承ください、あ、いい、やっちゃいましょう、やりましょう、いや、やるべき、やらざるなきゃいけないべき、やらざらなきゃいけないべきくらいもう間が開けば開くほど口が回らない、カメラ回しました、5秒前4、3、おお、おっさん何回ってるよ、回ってるよ、大丈夫、まだいけるって、回ってるって、花の字がね、ちょっとね、うん、はいどうも、ちょっと若干ついてっから
左この辺、これ。ジジイよ。ティッシュついてるかな。はい、大丈夫。うん、はい。じいさん。いやいやいや、まあまあ闇上がって1週間上がって2週間はい、というわけでですね、何でしたっけ、これ何かやってるんですよね今、多分銃の話してましたよね、始まりました、はい、はい、シューティングレンジですセイって何ですか今、セーフティーゾーンですって要するに、はい、シューティングレンジです、アイスカイラストの撮影でございます。特に申し上げることはもうないと。はい。もう多分特にこうね、申し上げることもないかなと。頑張ります。まあもうね、明日明後日にはもうどんどん解体し始めちゃいますから。まあエッチ鋼から全部なくなる。エッチ鋼からはなくならないですね。元の構造物は残しますよ。いやいやいや、でもね、まあいっぱいここでレビューしましたんでね。200本以上ですか？220本超えてますね。220本超えてここで、うん、俺ら時間使ってね、今まで2年半ですか。はあ、そんなになりますか、まあ、今後もね、どんどん、まあ、銃は増えてきますから、ね、また場所を変えてもっといい環境でもしかしたらやるかもしれませんしね。もっと劣悪になるかもしれない。劣悪になるかもしれませんね、うん、それはもうみんなしょうがないそういうの見たくないって言うんだったらいっぱいお金払ってもらうしかないまあ、うわ、初めから言ってるようにこのライスカイのラストでも言うけど、お金次第なんですよね、うん、微妙だよね。多分視聴者的にはやっぱり苦悩の表情でこうレビューしてる僕らを見たいんじゃないかなと。あ、でも環境良くなればカスタムもっとやりますよ環境良くなればもっとレビューが進むわけですから。そう、いいものがどんどん出てくる。でカスタム編をやりますよ。あの環境悪いとカスタム編やりたくないっす。暑かったりね。そう、暑かったりパーツなくなったり、もうね、グリスのテストとか検証もしたいこともいっぱいありますから。エアコンの効いたねクリーンルームでもうビシッとか。ごめんなさい、タバコ吸いたいんでクリーンルームじゃなくていいんですけど、そこがクリーンルームで。もうものすごい横でさ、空気清浄機がものすごいでっかいのがね回ってるみたいなね。デメさんの目まで吸い込むみたいな。それは俺はもう外科的な手術を受けた方がいいんじゃないかな。吸い込まれるぐらいのまず空気清浄機を入れる時点でちょっといろいろな害が出てる。タバコ吸ってるタバコごとこうピュッとわーってまあね、強制禁煙というのね。さあ、ジアンドジーラバーズ実はですね、今日今撮影してる2日前に行われまして、そうですね、今日月曜日、土曜日ありまして、ね、私も2019ですね行ってきまして、SGT さんですね、アイスカイがやってる、はい、うちのフリーペーパーの、まあ編集長のクマちゃんが来て、2人して、まあ、友達が編集長なわけじゃないですか、言うなれば、はい、SGT にやりづれえの、業務的な内容が終わったら2人して真ん中ら辺で、あちぃ仕事しろよお前っていう。大丈夫ですか、なんか癒着を心配されませんか。癒着ですよ完全に癒着以外の何でもないですよ2人してだよね。タバコ吸ってる友達周りの編集とかのいろんな人がいたとか、まあ、そういうことライラックスのノムさんとかいたりとか、もう有名な人もいっぱいいるんだけど、喫煙所でねえクマちゃんまあ、SGT の編集長としてじゃなくて友人としてもこうお互いタバコ吸って、いやーでも火強いね、焼けたねとか言ってる、何のノリっていう。まあ、クマちゃんは焼けたのは分かりますけど、デミさんはそんなに焼けてないですね、はい、あでも言われましたよ焼けたねって言われて、そんな焼けたの。元から黒いですからねデミさんは。あ、そうねじゃあ黒い人いきます。今日はその G&G ラバーズで、今大好評というか、もうノリに乗ってるメーカーの一つでございます G&G さんの、LMC の方ですね、紹介していってますけども、はい、まあ、実際にね、弾出して行ってみて、ね、マガジンの構造どうなんだろうっていうのがちょっと気になってたんですけど、これちょっと面白そうなんで、それも含め見ていきたいと思います。これだ弾ね、今入ってて、こうわざとこのジャラジャラをね、外しました。今チャオって来たのが、結構中年のおっさんですう
G&G だよ。 G&G でこんなに低いの。ホップですかね。いいな。低いのかもしれない、76だね。低いね。あらもうちょっと出てっかなと思って。 76.72、 うん、思った以上に低いです、うん、もう一回。77ジャスト。77ジャスト、はい。で、まあ弾道の方見てくんですけど、若干ホップかけましょうかね。今ゼロホップにしたんですけど、よいしょよいしょ。そう、打っていきます。これ音感じゃないんですよ実は、うん、あれ一定減ったら勝手に巻き上がってくれるんです。今ある程度打ったら上がる。で、まあ中開けてないと分からない。なんかセンサーなり、スイッチなりがあると思うんですけども。なりちゃんですか。矢沢なりちゃん、美人な方ですね。でフロートちょっと打ちますね。はい。そういう。おお、いいね。すごくいい。うん、このレスポンスはすごくいい。なんかあんまり弾速もそんなに下がってるように見えないですね。見えないよね。もう一回測りますね。測ってないのか。サイクルのために弾速を落としてる。多分もうショートストロークになってるんで、うん、73、うん、弾速はそんなにやっぱり上げてないね。でも見た感じはそんなに変わらない。うん、ということでですね、これ打ちたいという人がもう2人いるんですよ。2人というか1人は多分これが一番打つのには相応しいだろうという人がいまして、うんうん、中はどんなのが入ってるのか、うん、中身などないのか、うん、G&G ラマーズにいて写真を女の子と撮れて、うん、でも僕らはあ、中おっさんなのに。いや、中とか何言ってるの。わかんないですよ。何、意味がわからないんだけど。何の話してるんですか。何の話かわかんないですよ。中はおっさんなのに、うん、俺っすかみたいな。まあ俺っていうか僕って感じだったよね。中とかだってこれ直に入ってるんですよ。直に入ってるんですよ、ね、中の人ほらほらね、ちゃんと。でもね、女の子に写真撮っていいですかって言われた。嬉しかった。やりてえと思った。何。やっぱ交尾だべこれって。これ来たーと思った。もう俺の時代だと。それはない。でも下半身はうずくぜ。はい。オスだね。間違いなく君はオスだね。可愛かった。それはいいね。え、ガッツポーズちょっとやってみて。ガッツポーズきたーです。G&G だから、ね、頑張りまっさい。なるほどね。中見ない方がいいもんね、うん、それ発情期じゃなくてよかったね。襲いかかると腰振り始めるからね。うんうんうん。G&G がまずいたんだね。なんか収穫あった。メスはね。お物はなかった。あった、物あった。女の子と写真撮れてラッキーです。あ、よかったんだね、うん、それよかった。中のおっさんどんな気持ちだった。浮かれたぜ。さっき面白かったじゃん。中のおじさんがもしいたら手叩いて爆笑。中おっさんだけどな、ケラ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 っていう。ごく闇を。これ直に入ってる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 。いや、次はできないんだけど。ちょっと打ってみてよ、LMG を。ガウ。ガウが。困ってる。
あもう狙わなくてもいいし、強しくんでもいいから、うわいつでもどっちもセーフティーかけてるからね。もうちょい左にずれてもらいの。どこ狙うのかな。どこ狙うのかな。強しくんだ。強しくんかい。本当にこれ。打たせてみようぜ。どこ狙う。打ってやる、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 打ってもう LMG は俺に打たせろ絶対って言った男がいるんで、その男を紹介します。そんなやつはいませんでした。すごい悔しかったね。もう LMG は俺に打たせろよとね。純ちゃん大好き。はい、じゃあ純ちゃんは後ろで一発打つごとに脇腹をやめなさい、射殺するよ、射殺するよと。食われてはいなかった。サイクル気持ちいいね。 11.1 だしね、ドライブが今。まとってもいい、まとってもいいですよ。当たるね、やっぱり当たるね。さすが GG だね。入ってもらってきた。困っちゃうよ。あ、あと裏があるからね。非常に危ない。でかけ、でかけ、でかけ、でかけ。あ、ターゲット、死にます、帰ります。ジュンちゃん痩せたね。痩せるだ。何？ジュンちゃん痩せたのじゃん。俺こないだ風邪ひいて1ヶ月くらいだから。え？あ、上に来た。ちょっと強し組んで。はい。多分、どれぐらい出てそうだね。旅館22ぐらい出てそうだな、これだと。どうしても当たるもんな。すげえな、同じところに大体飛んでるってことですよ、数、顔外して。ギャラル、この所属の宿舎がね、フィールドでロングレンジになるとどうなるかっていうのはありますね。さて、あのギャラリーのがいいリアクションしてくれるんですけども、なんかありますか。まあ普通なんですよね。なんかありますかっていうと、なんか誤解は生みそうなんですけど、問題がないじゃないですか。そうね。でこれクライタックさんからも似たようなやっぱ MM の、LMG 出てるんですけど、あっちも性能良かったんですよ。そうですね。でこっちも性能良くて、でこっちの場合は樹脂なんですよ。おお。だから軽量っていうのがすごく一つ武器にはなるんです。逆にリアル感はなくなるけど、軽量っていうのは武器。
なんではないかなと。バランス的になんかあんま変わんない気がするんだけどね、重さが。重さね、材質が違うのこれもう風重視やん。こっちの方がなんかもうちょっと軽いかなって気はすると、そうでもない、ずし、結構ずし、うん、悪くないんだよね。 でもね、価格も結構いい価格するんですよ、やっぱ5万円台っていう。ああなるほど。もうね、あのほら後ろでね、こう今遊んでます。完璧隠れちゃって見えないですね。もう全然隠れちゃって今見えてない。はい、まああのジアドジラバーズ女の子ラッキーっていう。やめてあげなさい。これデメケンの腹の中ですよ。多分内臓の部分でラッキーって。4月はあのキャラものでガツッとこう女性陣を狙ってくっていうのはどうですか。お子さんはいいんですか。お子さん狙わなくていいんですね、もうね。お子さんにはだってオスは思春期の中学生はドキドキしながら見れるかもしれない。あなるほど、うん。すごくね、実はこの中僕は正直舐めてた部分があって、同じものが出ても面白くないよっていうのが僕の考え方にあるんですよ、銃が。ああなるほど、うん、同じような種類がいっぱい出ても、だから LMG も飽和時代になってきちゃってるんで面白くないよっていうのが結構最近いっぱい出ました、ね、いっぱい出ました、うん、でこの LMG が許されるかどうかって人にもよるんでしょうけど、はい、使うんだったらこういうスタイルの方が楽なんですよ。そうですね、軽めなのとアサルトライフルとしての運用もできるっていう、あの紹介文にストーナーとかあったじゃないですか。ストーナーとかもこういうね、弾はいっぱい入るけどアサルトライフルとしての運用もできるよみたいなのはやっぱり一つ魅力のところと、あと M ロックを正式に採用したよと。デメですか。 M ロック、デメロックで、ちゃんと強度計算のために中にインサート入れて潰れないようにと、そういうのも考えられているので、あとジアドジさんの一番いいところは素早さですね、何よりも、何かトラブってもすぐに対応してくれるアフターサービスの充実、それと、パーツ改良、改良が結構入ってくれるんで。そうですね、非常に外装からは見えないですけど、はい、中身がかなり早いです、ね、早い、すごい早いです。あのもう弱いなっていう部分を補強入れてくれたりとかしますので、うん、もう次のロットに直ってるってことがたまにあるらしい。お願いだから教えてくれと思って、はい、それ弱いですよって報告したら評価されてるじゃんみたいなのがあるので、うん、ぜひぜひと、というわけでですね、こちら今回ジアドジの LMG をやらせていただきましたが、 CM16LM4LMG か CM16LMG かなんかだと思いますけど、ちなみに私たちの番組はですね、YouTube 以外のコンテンツでは基本的にやっていませんので YouTube オンリーとなります。皆様コメントなどを寄せていただくときは YouTube をお願いいたします。そんな中ですね、コメントの方私たちがですね、最近返せないのも事実でございまして、YouTube の方にコメントを残していただければ、コメントをですね、見てちゃんと、捉えることができますので、何かあの番組の、ご感想ご意見などありましたらぜひ、YouTube の方まで、お待ちください。そちらの方で確認させます。ちょっとコメントの方にもですね、どう上げても無理、というスタイルになりまして、なんだっていいことか悪いことか、はい、はたまた俺ね、この人の分は答えてこの人の分は答えないってやりたくないんですよ。あ、答えるんだったらみんな同じ条件で書いてくれてるんで答えてあげたいっていうのが、くだらないことでも答えたいとは思ってるんです、はい、だからそうするとそれで取っていくとまずいので、はい、やるんだったらゼロからの状態でやります。スタートの昔に遡ってたら多分もうできません、はい、ですからこの日からちょっと時間が空いたイベントが、ね、4月終わればまたコメント返せるかもしれません。で4月5月の頭ぐらいまでちょっとイベント時刻なのでちょっと厳しい、ちょっと厳しいので、ぜひぜひでご覧になって、最後まで見て、見たよという感想、いいねボタン押していただければと思います。番組の評価ではなくてもう見たぜ俺はいいねと思っていただければと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それと友達登録と私たちは呼ばせてもらっていました、チャンネル登録、皆様のおかげでやっと、はい、もうすごいこう2年半やってきまして、もともと見ていただいた方たちもいらっしゃいますけど1万人超えることができまして、目指す100万人ということでですね、はい、100万人経ちましたらドミちゃんの全てを、公開したいと思っておりますのでドミ、ちゃんの秘密を暴けということで100万人の登録をお待ちしております、はい、そんなに別に知りたくねえよというふうに思ってる方がほとんどだと思いますので、それとは別にデメリューの友達になっていただければと思います。よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。それとですね、まあ、こんな感じでですね仲間に助けられながらデメリューやってますが、まあ
まだまだ手伝ってくれる人がいっぱいいた方がいいというのが本音でございまして、集え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 だね今もう一番のところで今集えそれということでね、集え集え、それでいくんですか何か間違いでもございますか、皆さん集えで集え、どれどもっていうことでそれもう集え集えキュッてね集えどもなるほど、はいナイスアシストぜひぜひ集え奴隷どもっての略で集えでいきますか、じゃあ我がしもべたちよと、ということで上から目線で集まってくれるわけはないんですけど、これでもいいよというちょっと変わった、方ぜひぜひよろしければお集まりください。サトシ君、はい、どうでした、急に降ってきたね。これ降ってないんだけどね。だからちょっと来たり。ああ、まあまあでも本編の方でスタジオパートの方でも言ったけど、ダミーカートもついて、しっかり玉上がりするマガジンもついて、はい、でバイポットとかもついてくることを考えると、まあお値段的には結構お買い得かなって僕は思ってます。今のサイクルで息切れしなかったもんね。してないですね。これ何個されたの？2500って言ってたんですね。クライタックさんとかだともうちょっとちっちゃかったっけ、マガジン。マガジンはサイズも違ったはず。もうちょいちっちゃかったよね。いや、イカちゃんぐらいだって。こう、でかい。もっとでかい。もっとでかかったっけ。センサーがこれ多分入ってるんで、いろいろあるんですけど、まあ、お好きな方に、逆に持ってない方を持ってるといいかもしれないですね。うん、クライタック持ってる人は逆に G&G っていう。G&G 持ってる人はクライタックに行ってみるとか。で、あとなんと、丸井さんからも LMG が出るという情報が入ってますので。年内に出るといいですね。もう LMG 戦争やめやっていうね。向こうはカタカタすっから。向こうカタ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 ダミカードのカタカタすんだ。もう向こうはダミカードカタカタすんだ。ベイオヘゼードファイブ。ベイオヘゼードファイブだね。カタカタすんだ。おお、これカタカタすんだ。おめえ面白いな、ぶっ殺すぞ。さあさあ、何を言ってるか分かんない方はアイデンティティでお調べください。さあ、そんなわけでですね、野沢のもしくはアイデンティティでお調べください。まあこういう感じですね、バカをやりながらまたみんなでバイバイやっていきたいと思いますので、よろしければぜひ、はい、これからもお付き合いください。また次の機会でもお会いいたしましょう。それではバイデメ、ペイオハザード発売延期、発売延期野沢だね言いづらいね。